では、このコーナーに行きましょうミルキーの、アイウェオこのコーナーでは、50音の頭文字にちなんだテーマで投稿します。今週は、ローです。ロックンロール <laughs> はい、この時間はミルキーさんの選んだローです。何ですかはい、私の選んだローは、ロングヘアーです。ロングヘアー今、 クステをつけてロングヘアにしてるんですけどでもちゃんと自分の地毛でロングヘア目指してるんですえっんで切ったんですかじゃあ切ったのはまあ自分が切ったらどうなるかって人生でそれ経験してきたいじゃないですか初めてだったんですかいや初めてじゃない違う小4の時もミュージックショートカットにしたけどまあでもまあこういうねショートカットの自分も うん、見ていただる。起きてる起きてるよ、ん。寝てそう。寝てそう。いつもこんなんやから。あ、全然起きてるから。あ、よかったよかった。うんうん。へはい。まあまあ、でも、まあ、いろんなね、髪型を楽しんでもらえた方がいいじゃないですか。うんうん。だから。え、ファンの人はどっち側の方が人気なんですかミルキーさん。えぇー。長い方なんか、それ分からへんねんな、自分で。なんか、ロングの方が多い気もするけど、 短い方が好きって言ってくれる人もいるしうんうんでもなんかアイドルが好きな方は黒髪ロングが好きじゃないですかあ <laughs> でも、まあ、それになんか自分は、うん、でも自分がしたい髪型しようと思ってだからよくもう髪型と結構変わるからあだから今伸ばしてるんですか 緑になるかわかんないですよ、えー、ももちゃんみたいに。かぶってる。マジか。だから、えー、今は黒髪ロングを目指してるけど、うん、それは今の気分 <laughs>。これから変わるかもしれない。で、終わりです。終わり、終わった。<laughs> 次のテーマは。はい